皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はスクワットのバリエーションを4つご紹介していきます。このチャンネルの視聴者さんで足トレ一生懸命やっても足をねめちゃくちゃ太くしたいっていう方はあんまり多くないとは思うんですけども、それでもですねスクワットってトレーニングの王様とも呼ばれてるぐらい基本的な種目になるので、まあ、スクワットの、ね、やり方いろいろ紹介させていただければなと思います。スクワットを強くするのにも効果的ですし、足を太くする筋肉量を増やすのにも効果的なので、どっちのパターンでもね使えるおすすめ種目を紹介していきます。ぜひ参考にしてください。はい、じゃあ最初はねもう一番オーソドックスなねやり方からやっていきます。もう全ての基本になるんでね、ぜひこれはねしっかり押さえておいてください。詳しいやり方は別の動画でねしっかり丁寧に解説してますので、ここではねあえてあまり解説はしませんけども、足幅は肩幅から腰幅ぐらいが基準になります。つま先は軽くハの字に開いていただいて、しっかりと息を吸い込んでお腹に力を入れたまま真下にしゃがむ意識でやってください。はい、という感じです。はい、そして次はポーズスクワットというやり方ですね。ポーズって止まる、一時停止するという意味なので、当然ですね一時停止するやり方になります。どこで止まるかというと、一番下までしゃがんだところですね。一番下にしゃがんだところで一瞬、または長い時は3秒ぐらいですね止まっていただいて上がるスクワットになります。その他のやり方は一般的なオーソドックスなスクワットと変わりません。じゃあポーズスクワット、普通のスクワットと何が違うかというと、しっかりと一番下で止まってから立ち上がるということで、ボトムから上がるその瞬間にしっかりとお尻の力を使わないとうまく立てないんですね。お尻の力が弱い方は一番下まで下ろして切り返すところでどうなるかというと、お尻の力を使いたくないので関節でバウンドさせるような動きをするんですよ。バウンドさせるような動きもそれはそれでね問題はないんですけども、それが重量が重たくなってくると、そのバウンドさせるような動きが原因で股関節や膝を痛めてしまう方がいらっしゃるんですね。私も膝を痛めかけたことがあります。でその時の解決策として当時のコーチからですねポーズスクワットを勧められて矯正できたっていうことがありまして、なのでしっかりとお尻の筋力が弱くてボトムから立ち上がる時にお尻の力を使えない、そんな方とかスクワットやってるけどなかなか思うようにお尻の筋肉が大きくなってくれないっていう女性の方なんかにもおすすめだと思います。ポーズスクワットぜひねやってみてください。もう足幅とかはねもう通常のスクワットと一緒です。ただしゃがんだ時にしっかりと止まってあげる、一瞬止まってあげる、長い時は1、2、3、3秒止めてあげる。でここで静止して一瞬ね反動を殺してから上げる時にしっかりとお尻の力で上げるようになると。これがお尻が弱いとボーンと弾むような関節の反動を使って上げてしまうんですね。それで膝を痛めてしまうケースもあるので、一つのね怪我を防ぐためのバリエーションとしてポーズスクワットぜひねやってみてください。では次ですね、3種目目はフロントスクワットやっていきます。体の前でバーを保持するフロントスクワットですね。前ももの大腿四頭筋により強い負荷がかかるので、普通のスクワットと比べて刺激の種類が変わるということで補強にもいいですし、フロントスクワットの方がバーを後ろで担ぐバックスクワット、通常のスクワットに比べて腰とか股関節にかかる負担も少なくなるので、腰に不安がある方なんかは例えば通常のスクワットとフロントスクワットを交互にねやっていく、今週は普通のスクワット、バックスクワット、次の週はフロントスクワット、また次の週はバックスクワット
っていう風に交互にやっていくと腰への負担を小さくして腰の怪我を防ぎながらですねトレーニングしていくことができるので非常におすすめです。でこれもねバーの持ち方なんかは詳しく解説しているのでここではね深く解説はしません。これも足幅なんかは通常のバックスクワットと一緒でいいです。どんなバーの持ち方であってもしっかりと肘を上げて肘を高く保つ意識でバーを支えてあげてください。そしてしっかりと背筋を伸ばしたまましゃがんで、という感じです。でこのフロントスクワットの場合はもう重くなってきて体幹が重さに耐えられなくなると腰を怪我してしまう前にそもそもバーを持ってられなくてバーが前に落ちてしまうのでそういう意味でね安全なんですよね。バックスクワットの場合は担いじゃってるのでバーが体から離れずに前のめりになってグキッと腰がいってしまうんですけども、フロントスクワットの場合はちょっとでも前のめりになるとバーがゴローンと前に落ちてしまうので続けられないんですけども、まあ、そのおかげで腰が守られるということで腰にね不安がある方には特におすすめなバリエーションになりますのでぜひぜひね試してみてください。はい、で最後がスミスマシンのスクワットです。これもね私のルーティン動画で何回も出てきてるんで見たことある方多いと思うんですけども、これも大腿四頭筋をメインで鍛えるバリエーションでフロントスクワットと同じく腰の負担も少なくなるので腰を怪我していたりとか腰にちょっと不安がある方なんかはスクワットをちょっと減らしてあげてこのねスミスマシンスクワットを入れてあげることで怪我を防ぎながらね最大限に筋肉を鍛えてあげる、肥大させる、そういうことがね狙えるのでぜひ試してみてください。でまあこれもね詳しくはしっかりと別の動画で解説してますのであまりたくさんは解説しませんけども、足を大きく前に出してもたれかかるような形でしゃがみます。はい、このように足が真下ではなくてちょっと前に出してあげることで腰にかかる負担を減らしてしっかりね筋肉だけに負荷をかけることができるのでスクワットでね腰を痛めてしまう方にはおすすめのやり方になります。ぜひね試してみてください。はい、ということで今回はスクワットのバリエーション4つご紹介していきました。オーソドックスなやり方とポーズスクワット、フロントスクワット、そして最後にスミスマシンスクワットですね。まあこれらのねやり方押さえていただければまあほぼ寝すきのない下半身作れるかなと思います。まあボディービルとかねそういう大会が目的になるのであればもうちょっといろんなやり方が必要になってくるかもしれないですけども、スクワットのバリエーションとしてはねこれぐらいできればね十分かなと思いますのでぜひぜひね試してみてください。ということで今回の動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しておりますので概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもですね B レジェンド毎月新商品やキャンペーン開催しておりますのでそちらも概要欄のチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。